地球か。みんなマスクしてますね。ちなみにあれ何持ってんの？地球人が大好きなスマホです。スマホ？思想って物知りだよな。スマホ欲しいな。欲しいな。彼女も欲しいな。欲しいな。お、スマホってゲームできるんだ。あれなんてゲーム？モンストです。モンスト？地球にはモンストがある。え、宇宙で噂の？やりたかったやつ。ですです。とりあえずスマホゲットしちゃう。ガッチャ。これでいこう。なんか山本がこう体をこうやって動かしてるのに俺は熱っていうのがありだな。ありだな。パッポンな。これでそれもあるね。ここにどんどん。スタート。もらってないよ。もらってないよ。なんか嬉しい。これもらいたいね。確かにもらいたいね。だんだんキャラが確立していくんですかね。このキャラ顎外れるかもしれない。口乾くわ。よーい。ありがとうございます。フライングだけしてください。じゃあ、この。はい、じゃあ、お願いします。はい、ありがとうございます。子孫、子孫、子孫に向けて。いや、同じこと考えてる。出てくる場合は全部。誰しもが思うかも。はい、お願いします。表情見えないかってところだと思う。うん。そろそろきついな。あ、すごくいいです。はい、今年の年賀状これでいいかな。2022年。せーの。わかりました、得意です。せーの。宇宙に来る、地球に来る前に来ました。よーい、スタート。なんか知らんみたいな。言ってないときにどうしていいか分かんない。動きすぎるっすよ。こいつが言ってんのかにまたなっちゃうからさ、こう誰が言ってるか分かんないっすよ。これやってみて。あれなんて言う、スマホってゲームできない。結構前ぐらいから作り始めないと。うちのセリフぐらいから始めないと顔が出来上がる前に終わっちゃうし。まだ行ってなくていいんですよ。おい、なんか楽しいなぐらいで、あれスマホでなっていうぐらいからこう。それでそれでいい。スタート。あ、モンストゲームできるんだ。モンストゲーム。モンストで。スタート。ちょっと時よくに見えてきた。マジだね。眉毛の感じとかね。眉毛。
ちょっと難かったっすわ。スマホで早めだね。誰かめちゃくちゃ難かったっす。やっぱ。カタッ。あ、スマホゲームできるんだ。おお。ちょっと青い人いるんだよな。青い人やばいな。青い人のこの一回かぶってから入り込んでなんかだんだん緊張してきたの。分かる正直今回の衣装はどうですか。俺たちが住んでる星の制服ってこと。ありがとうございます。いや、そう普段着っていうか、まあこういうあれなのか、うん、でもここの色が濃くなればなるほど大人っていうのらしいから。あ、そうなんだ。勝手に今決めたよ。スタート何の色なの。スタートはあのシルバー、同じシルバー、そう、ちょっとずつこう、あで真ん中付近がちょっと大人になってきたよっていう。あ、なるほどね。そうそういうような意識が俺の中にもあって、今ちょうどたらこ色だ。そうなんかこう徐々に濃くなってくる。なるほどね。でも動きやすいんですよ、すごく、うん、こう見えて、うん、もっとパリパリして、なんかね割とゆったり作ってくれてるし、ね、確かに、うん、楽だよ ね、 楽だね。ちょっとずつ形違うよね。そうみんな ねもう一個です。はい、パスター。せーの。はい、カラット。パスター。せーの。パスター。はい、カラット。急に喋った。せーの。パスター。せーの。宇宙で噂のやりたかったやつです。とりあえずスマホゲットしない。ああ、いいね。ああ、それ、ああ、これでいこう。です。みんな拳。みんな拳。よーい。スタート。で、宇宙で噂のやりたかったやつ。です。スタート。で、宇宙で噂のやりたかったやつ。です。とりあえずもゲットしない。カット。せーの。ガチャ。はい、ガチャ。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 ピアス。ピアス。せーの。ガチャ。せーの。モンスト。せーの。ガチャ。撮影終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は宇宙に帰ります。ありがとうございます。お疲れ様でした。めちゃくちゃ楽しかったです。イエーイ。無事終わってよかったです。完成が楽しみです。いや、なんせ楽しかったです。なんか
楽しかったです、ね、ありがとうございました。ありがとうございます。もともと宇宙人ですから別に苦労しました。いや、なんか素のまま出たらいい感じだったんで、なんか話が複雑になった。なんか初めてな感じしないんだよ。共演した人は誰？山本共演してる人は一応みんなしてんだよね。同じシーンはあったりとか絡みがあんまなかったりとかはあったけど、ほぼしてないじゃん。してるって言うのそれは。まあまあだから絡んだのは結構初めて、新鮮だったよ。うん、でも思ったよりでもみんな探り探りやったよ。始まった。そう、最初はね。最初はね。だって最初はね、喋っちゃいけないから。セリフなかったからね。初めてじゃマイクつけなかったから。確かに。テレパシーで会話するって、うん、初めてだったな。だって志野くんも今テレパシーで会話してるもんね。今もうテレパシーですごい今間でしょ。間入ってます。超仲いいじゃん。テレパシー伝わってる。すげえ伝わってるもんね。あんまないね。なんかね、合いそうで合わなかった人たちじゃない。確かに、うん、結構いい化学反応はあったんじゃないかな、うん、一番年下が志野くんでしょ、うん、そうです。どうよ、先輩だし。いや、やっぱりついていこうって思いました。この先輩方の背中を見てやっていこうと。何を求めてるの？テレパシーではもう別にそういうこと聞かないでよ。言ってない、言ってないですよ、全然。でもすごい楽しい、和気あいあいとして。撮影時間長かったですけど、すごい楽しかったです。ね、そうだね。渋谷のど真ん中だったからね。そうね。109とか。まあでもこのビジュアル出来上がったよ、結構テンション上がったかな。なんかちょっと見せたい気持ちはあった。一番見せそうだね。設楽さんに見せたい気持ちはあった。どう思ってくれるんだろうっていう。でもそのポイント、ちょっと後ろ見て。この三つ編みでしょ、ポイント。この背中は見せたんでしょ、志さんが。見てましたね。もう焼き付いてます。ギリギリでちょっと角刈りっぽいデザインに変えてもらったりとか。結構ね、今回微調整もあって、ここまでなんかこう、うん、キャラクターデザインを一緒に作り上げるってあんまりないですよね、うん、見た目からすごいこだわってもらって、うん、結構テンションは上がったけど、着替えてから見た瞬間にうわーってなって、夜中だったから結構そこピークになって、現場着いたら激眠みたいな。うわーやるぞーってなってたのに、現場着いたら何してあったけどね。いや、この耳もいいよね。耳ね、うん、耳ちょっと個性あるんだよ。そう、微妙にね、違いは微妙に形も違って、寄っても多分分かんないと思う。分かんないよ、どこがどうつながってんのか、うん、どうデザインしてんのか、ここでも分かんない。すごいよね。それ多分ちょっと疲れてるから近くに見たら血管っぽいのもね、そう書いてあるんですよ。すごいよ、色味とかもすごいよね。まあでも近い風にやってくれてるよね、最初から。寄せてキャラクター設定をしてもらってるんで、うん、でもなんかやりながらこう染谷くんがこう挙動不審になってくっていう、変わってったんじゃない。バレた。最初走ってた道じゃない道に一番行ったんじゃない。うまく軌道修正してると思ったこっちはなんか道をワイドにしていった感じで、いや、まあこうね、4人のこうバランスで、まあどうね、ね、どう言おうかなって言うんでね、いろいろ試しちゃって、こう見えて細かく試してて、そう、うん、こう見えて、そう、うん、すごいみんな素敵になったと思う。ここもさ、ちょっと被ってたから、元気が大丈夫、見た目が被ってない方向を変えてこうやってね、今日はこういろいろと、そうそう、いや、すごい、今日はちょっといろいろな力で、次はもういろんな修正点を加えて、はい、あの芝居も美術も進化していきます。志野くんはどう？このあ、キャラクターですか。まあ、やっぱ喋らないっていうので、ね、どう表現したらいいんだろうっていうのはやっぱ難しかったですよね。うん、そうなんだよね。そうだね。だし、やっぱり引っ張られ、山本ちゃんの横にいられること、いることが多いんですけど、やっぱ迷惑だったり、いや、そんなことない、ね、山ちゃんを見てるとこう騒ぎたくなっちゃう、うん、そう、不安になってきますね。そう、そうなんですよ。あんまり俺もやらないキャラに自分でしてたけど、
不安になってきた。これでいいのかみたいな。俺大丈夫かな。めっちゃちょっとそう。しかもやっぱり山ちゃんがなんかやると水島君もそうですけど、やっぱこう監督とかも大笑いしてるわけですよ。うん。で僕とかね、染谷さんとかなんかそういうこう笑いよっていう感じでは別にないから。そうね。あ、じゃあ OK です。いや、そんなことない。受けだもんね。言っても。そう。言ってもあれよく受けてると思うよ。なんか言ってくれないと。別に受けてもない。成り立たんから、うん、安心してやった感じを本当だよね。そうそう、支えてもらってるというか、初めての感じしなかったんだよ。喋、うんうん、らないのは結構大変だね。あと宇宙人っていうの大変じゃない、うん、なんか、うん、人間っぽくしないようにしなきゃと思ったりとかさ、とりあえず声と出して言い方とかで探っていくのがなしで、結構マジで新しかったわ。ちょっと大喜利っぽかったもん、ジャンルとして毎回、まあ、人間じゃない表現したいから、いつもと違ったよね、アプローチが、ね、全然違うよ。しかも相手の相手の見て、なんか俺も超えていこうみたいな。そうとにかく土壇場で思いついたら出してみるっていう、とりあえずやりたいことやって監督に調整してもらってって感じでしたね。でも色とかさ、こうやっぱ綺麗だよね。綺麗。絵で見たとき、うん、すっごい綺麗だった。だってデパート行ったらほぼ包装紙だったもん。包装紙かなんか電飾とかさ、うん、そういうのと被っちゃっても、うん、エプロンの色と同じだったもん。印象だった。楽しかったですよ。やっとキャラつかめてきたかもみたいなことをおっしゃってましたけど、いや、なんか事前の打ち合わせで割と表現していかないみたいな方向だったけど、これ親に言ってこれ生まれたてなのよ。しょうがない、もう普通に立ってるだけで何かしてるみたいになられる。やらないと食われんじゃんみたいな。いやいや、そこ戦わなくてよくない。戦った先の化学反応があるのかな。まあそうね、戦ってたんだ一応ね。テレパシー的にはね、結構テレパシーで来てたんだよ。ジャブがテレパシーバトル。わかったね。いいよね、でもね、なんかみんなの見ながらどうしようかこうしようかって一人で練習してたよ。練習するよね。練習してたよ。練習してないふりしてしてるよ。した。何話したの？マッチ時間は大体全員。基本的に次のショットどうしようみたいな。そうね。話ばっか。確かに。うん、次どうするしてたんじゃないですか。なんか影響を受けたこの誰かのシーンとかあったりしました。みんなのいいなぁと思いながら。そう、みんなのがいいなぁと思って。みんなのいいなぁ。俺のとこだけ落ち込んでないから、ね、不安と戦ってるって感じでしたよ。そうだって、みんないいなぁみたいな言わなかったけど。でも全部伝わって。言わなかったけど、みんないいなぁみたいな感じでしたね。これでも夏、暑いぜ。夏これは、今回春だからちょうどいいぐらいの気温だったし、うん、寒くもなく暑くもなく、そうだね、だったけど、室内はなんなら暑かったけどね。そうね、すでに、うん、そうね、やばい、ザー感じてる。夏どうする。春にまとめて全部撮ろうよ。どうも出していただいて、早めに。結構なんか半ズボンと半袖もいいかなと思ったね。うん、ぴったりだろ。ぴったりだろ。ぴったりだろね。そう、それもありかなっていう。うん、どう、ほぼ生足出して。そうこのぐらいのホットパンツ。それいいけどね。そう、そういうやっぱり提案出していくと、うん、こう皆さん今聞いてるし。確かに結構ね、シースルーとかでもいいなと。いいと思う。言ったら結構テンション上がってくれるチームだから。シースルーだったらそんなに制作費もかかんないんじゃないかなとかちょっと思ったり、生地がさちょっと少ないじゃん。そういうところをちょっと考えてたよ。今後に向けて。もう僕はもうその目の前のワンカットに精一杯だったんで、先のことは考えられなかったです。すいません。いや